ばんは、スーパーハイレグ女子のあまついちゃんです。このチャンネルでは私の好きな作品を紹介するというだけのチャンネルです。言い間違いも多いですし、間違いもすごく多いので、ぜひコメントで修正や、追記したいこと、ね、アドバイスなどいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、今日紹介する作品は攻殻機動隊です。攻殻機動隊シリーズになるのかな、もう攻殻機動隊シリーズです。まあ有名なんですけれども、まあどんな世界観かっていうと、もう電脳化、もうすごく SF ファンタジーですね。 SF ファンタジーで電脳化、人間がもう電脳化した世界で、電脳化、擬態化できていて、で擬態化はね、まあ人それぞれなんですけれども、まあ擬態化している人もいれば生身の人間もいて、でそうやってサイボーグとかアンドロイドとかがねいる世界で、その犯罪とかテロとかそういうものを、防ぐ公安休暇というね舞台がありまして、この公安休暇の、草薙素子さんですね、のが主人公の作品が多いです。でもね、攻殻機動隊シリーズすごいいっぱいあって、まあ、ゴースト・イン・ザ・シェルもだし、イノセンス・ア・ライズで、スタンダローコンプレックスとあってですね、なんだろう、途中から素子さんの話ですね、まあ、これもちょっと私の説明だけだと分かりにくいんで、あのぜひ、読んだり映画見たりしてください。もう、漫画もいいんですけど、やっぱりね映像だとね、映像のかっこよさもあるので、もうどっちもぜひ見てほしいなって思うぐらいおすすめです。あのそうですね、やっぱり近年不老不死の研究が進んでいっているっていうので、まあこういう世界もあるんじゃないかなっていう、まあなんかそうなってしまうといろいろめちゃくちゃたくさん問題が出るんだろうなっていうのもありつつ、まあすごい、SF 作品としてぜひ読んでほしい作品です。でもこんだけすごいね、擬態化とか電脳化していても、なんていうんだろう、快楽っていうね、その人の快楽っていうものはまだ残っているっていう世界観で、でなんでね、草薙素子少佐の元で働いてるなんかバトっていうキャラクターがいるんですけど、バトとかそれを知りつつも、その少佐の指示にしっかり従う、上司の指示にしっかり従うっていうのとかは、なんか女性のね管理者が今増えてきてる世の中の中で、そういうのはあいいなって思って見せられるところだったかなって思ってます。いやもうほんと説明下手くそなんで、ちょっともう面白さが全然伝えられないで見てください。で私がねすごくねすごい好きな、まあ勉強、この作品からすごい勉強させられることは本当にたくさんありすぎて、もうあすごい、こうなったら面白いなっていうのがばっかりで、勉強させられるっていうか、こうなってほしいし、こうなったらあでもこういうねスタンダードコンプレックスになるんだなみたいな、すごい好きなキャラクターいっぱいいる。フェムも好き、で私すごい好きなキャラクターの中で、ラフィングマンのね葵くんっていうキャラクターがすごく好きで、なんでかっていうと、まあ、このキャラクターは、図書館の人なんですけど、まあ、すごい紹介してくれる言葉の中でですね、ウィルヘルム・シューゲルさんっていうね脳科学者の方の作品で、ライ麦畑で捕まえっていう作品がありまして、でその言葉の中にですね、未成熟な人間の特徴は理想のために高貴な死を選ぼうとして、それに反して成熟した人間は理想のために、卑小な生を選ぼうとするっていう言葉がありまして、まあなんだろう、あわっおーって思わせてもらいますよね。ちょっと覚えてなくてカンペ見てすみませんはい、ということでね、いつでもキッズでいたいなって思いました以上です。はい、この配信最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。